会おうぜ。おかえり。どうしたの二人で。いや本当に可愛い子だなと思ってさ。でもそんなに可愛かったらカズくんに求められて大変じゃない。え、ほらカズくんってあっちの経験ないから、たまに目が怖い時があるっていうか。私もね、ちょっとデートに見に入ってっただけで椅子から立ち上がれないとか言い出すし、一回キスしたら次のデートからお昼ニンニクでもお構いなしだし、毎回手つないでこようとするし、ご飯もやたら深夜までやってる居酒屋だし、やっぱ家族も男の子なんだなって。マミちゃんその辺で。え、なんで。そうだよね家族。あっ不快です。はい、私の和也さんを悪く言わないでください。ちょっと彼女さん。え、ごめん、私そんなつもりじゃ。言ってるじゃないですか、付き合ってる頃のこと他人に話すなんて非常識ですよ。和也さんがかわいそうです。そうか、怒ったならごめんね。でもうちらの間ではいつもこういうノリで。ノリなら何言ってもいいんですか。ちょっとお二人とも抑えて。カズくんからも謝ってよ。あなたも何か。俺いつもこんなだから。私帰ります。おいカズチン、いいのかよ。はい、お待たせしました。私バージンブリーズと生おかわりで。